ポーツ文化ツーリズムアワード2023。スポーツ文化ツーリズム賞、愛媛県今治市、日本最強の城今治城を中心にしたスポーツ文化ツーリズム。瀬戸内の中央を制した歴史が現代につながる。愛媛県今治市にある今治城を中心に瀬戸内で行われた2022年度のさまざまなイベントをつなげた取り組みです。文化イベント高虎サミット in 今治を開催し、スポーツイベントでは瀬戸内しまなみ海道 3Day マーチ、今治クリテリウム、サイクリングしまなみ2022、今治シティマラソンを開催し、国内外から多くの人を呼び込みました。また食や特産品のイベント瀬戸内港マルシェを開催し、イベント来訪者や観光客の滞在を促しました。マルシェの取り組みでは市民ボランティアの活用など地域の巻き込みがうまくできており、今治城や村上水郡、しまなみ海道等を活用し、さまざまな方々に刺さるイベントを横断的に実施している点などが評価されました。スポーツツーリズム賞、越後松台トレイルランニング実行委員会。里山に点在する古道をよみがえらせ、新たな地域資源として発信。越後松台春の陣トレイルランレース。新潟県十日町市松台で行われたトレイルランニング大会です。今は使われなくなり、荒れてしまった古道を再発掘してコース用に整備し、里山集落の中を走れるコースを盛り込んで、日本の原風景を体感できる大会制作を実現しました。大地の芸術祭と連携させることで、アート×トレイルランというユニークな特徴を持つ大会となるほか、地域活性化や里山環境保全、アスリートへの気候変動アクションの提唱が目的となっています。里山の古道という潜在的な観光資源を上手に活用している点や、地域を巻き込んだ取り組みやインバウンド層の取り組みなどが評価されました。文化ツーリズム賞、一般社団法人安中市観光機構。薄い峠廃線ウォーク。行き止まりのレールの先を次の世代に。2018年から群馬県安中市にある廃線を利用したウォーキングツアーです。1997年に最終運行を迎えた信越本線の横川軽井沢区間、通称薄い線を利用しています。普段は立ち入り禁止区間となる場所をガイド付きで約 11km 歩き、歴史的価値と峠越えの困難さを体感できるイベントです。参加者の9割以上が県外からの参加者であり、旅行の目的となるコンテンツとなっています。廃線となった鉄道を活用している点に特別感があり、そこにしっかりとした歴史的背景やストーリー性がある点や、日本全国にある廃線の活用モデルとして期待される点が評価されました。ぶどうツーリズム賞、一般財団法人奈良市総合財団。外国人観光客向け本格的弓道体験。いにしえの都奈良で武士の魂に触れてみよう。外国人観光客が武の故郷である奈良において武士道の伝統に由来する本物の弓道を体験できる企画です。大会や商談審査等も行われる本格的な8人立ちの弓道場で、
道着袴に着替え、講談社による優しく厳しいマンツーマンの指導のもと、弓道の基礎、所作を学び、最終的に一人で的に向かって矢を射ってもらいます。武道イコール奈良、武道イコール奈良の新しいブランドというイメージを国際的に周知することで、海外からの武道ツーリズムにつなげることを目指しています。本物の道場で袴をつけて本格的な武道を体験できることで、日本人の美しさ、品格を分かってもらえる良い機会である点などが評価されました。武道ツーリズム賞、福島町観光協会。北海道福島町、女だけの相撲大会。日本で唯一2人の横綱が誕生した町。1991年から北海道福島町で行われている女だけの相撲大会です。川曽神社が創建500年を迎えた際に、被災である女だけの祭礼行列の豊祝豊産事業として始まり、毎年5月の第2日曜日、母の日に行われ、2023年で29回目を開催しました。国技として認識されている相撲を女性を対象としたイベントとして実施することにより、その裾野が広がり、それを応援している子どもたちにも女性活躍やジェンダー平等を考える良い機会となることを目指しています。女性活躍の視点もありながら、文化的歴史的な背景があった上で継続的に取り組みが行われている点などが評価されました。日本遺産ツーリズム賞、一般社団法人下諏訪町地域開発公社観光振興局。国指定史跡、日本遺産、星降る中部高地の縄文世界、星ヶ島黒曜石原産地遺跡の観光資源化。長野県下諏訪町にある星ヶ島黒曜石原産地遺跡は、2015年に国史跡、2018年には日本遺産に認定されました。2021年度より、さまざまなテーマで星ヶ島遺跡に関する着地型旅行商品として、通常は立ち入り禁止の星ヶ島遺跡を、発見・発掘者の解説付きで特別に見学できるツアーとして実施しています。また周辺地域に点在する文化資源や博物館施設と連携し、多角的にアプローチしています。文化財を適切に管理しながら積極的に活用することで、文化・観光・地域活性化の好循環の創出を目指しています。日本遺産を中心に周辺の文化を組み合わせたコンテンツであり、多彩なガイドの存在が付加価値を上げている点などが評価されました。食文化ツーリズム賞、丹鉄港推進協議会事務局。日本遺産を食で巡る旅、丹鉄港飯プロジェクト。明治から戦前、戦中、戦後にわたって日本の成長と復興を支えた北海道空知の石炭をはじめとする産業革命、丹鉄港のストーリーが日本遺産として認定されています。本取り組みは、炭鉱や製鉄所、港湾、鉄道関連施設で働いた人々の生活に根付いた食べ物を丹鉄港飯とネーミングし、2021年度には大手コンビニチェーンでの商品化や観光案内所へのパネル設置を行い、2022年度には実際に丹鉄港飯が食べられる店舗をまとめたガイドブックの制作およびオンラインスタンプラリーを実施しています。日本遺産のストーリーをしっかり活用した取り組みで、その地域で味わえる食というところにフォーカスしている点などが評価されました。